いいたします。それでは踊っていただきましょう。共演袖振れ踊りっつの皆さんです。どうぞ。こんにちは、共演袖振れ踊りっつです。私たちは普段京都を拠点に活動しています。皆さんは京都と聞いてどんな街を想像しますか？紅葉が美しい清水寺、凛と立つ五重の塔、舞妓さんが行き交う街並み、そんな伝統や文化が強く残る街を想像するのではないでしょうか。大正解です。でも忘れてはならないのが、その先には人がいるということです。今日までそんな京都をつないできた人々のエネルギーや、それを明日へ届けたいという素敵な思いが詰まった町なのです。この演舞ではそんな未来へ向かって変わり続ける人を京都を舞台に全力で表現させていただきます。踊りっつ今日のからくり、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは
ありがとうございました。共演袖振れ踊りっつの皆さんでした。